金峰山の鳥越峠には草枕の舞台となる茶屋が再現されています。おいと声をかけたが返事がない。軒下から奥を覗くとすすけた障子が立て切ってある。向こう側は見えない。五六足のわらじが寂しそうにひさしから吊るされて屈託げにふらりふらりと揺れる。下に駄菓子の箱が三つばかり並んで、そばに五輪船と文久船が散らばっている。おいとまた声をかける。